ヘタリアリクエスト、略してヘタリク。はい、このコーナーではですね、パーソナリティにしてほしいこと、あるいは悩んでいるので解決したいこと、ゆっくり飲んでくださいね、また迷っているので選んでほしいことなどを紹介して、僕たちがリクエストにお答えしていくコーナーとなっております。想像もしてない BGM が流れてきましたね。そうですね、軽快な、テケ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 みたいな、タイムボカンみたいな感じの。多分若い人たちも分からないかもしれないですよ。僕がもうドンピシャで分かりますけど。時代を感じる。じゃあ紹介しましょうかね、はい。ラジオネームダンボさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、アニメヘタリア、毎回楽しみにしています。ありがとうございます。パーソナリティの方々に質問があるのですが、はい、大きな声ってどうしたら出せますか、うん、私は声が小さくて声をかけても気づかれないことが多々あり、ヘタリアのカナダさんのような気持ちになります。なるほど、カナダだよなります。ね、じゃあこれはある意味ヘタリアの中で一番の大声と一番のささやきを演じてらっしゃるコニー、はいはい、ミキサーさんが大変ですよね。そうですね、一人で会話するところあるから。で、まあ、マイク的にはコニーさんが一人しか立ってないので、ね、入れ替わりすることないので一緒に撮って、うん、フェーダーをずっとこうカッといやーアメリカさんさささささカナダが開けろアメリカさんさささっていうっていうね、うん、ミキサーさん泣かせな、はい、お二人ですけども、はいはい、どうですか大きな声って。多分声が、僕もそうなんですけど、はい、仕事の時はやっぱ大きい声出るんですけど、うん、普段ってあんまり大きい声 出せないんですよ。そうですね。でなんでかっていうと恥ずかしいの、うん、他の人になんか聞かれるのが。僕人見知りだから、あでも聞かれたくないの。なんかすいませんとかいうのも、なんかすいませんって言ってバッてみんなに振り向かれるの嫌なの。あ、でも分かります。あいつ声でかいなとかと思われちゃうのが、もうなんか、ああごめんなさいって思っちゃう。なんか仕事でだったらどんな絶叫でも、そう仕事ですって形なんで、まあ恥ずかしくないんですけど、うん、プライベートでなんかあんまりすいませんとかっていう、そうプレッシャーがあったりします、ね、だからなんかあの買い物してたりとか、あのお店に行った時にえって聞き直されること多い。あ、僕も多いですね。うん、だからね、よく分かりません。まあそんな中で、あえて、そう、だから恥ずかしさをやっぱり取るのが一番じゃないですかね。そうですね。うん。で、自分が、まあ難しいですけど、これって、自分がどれぐらい大きな声を出してるのかっていうのを、うん、あの、自分で自覚するのが一番なのかなと思いますけどね。ああ、結構、自分の中で響いてるボリュームと、外に出てるボリュームって合ってない。そうなのよ。そこがやっぱり一番難しい。だから友達に協力してもらうのがいいんじゃない。ああ、そうですね。ちょっと大きめの声で会話しようよとかっていう。ただそれに身についちゃうと、はい、恥ずかしい話も大きい声になっちゃいますから周りの人みんなに聞かれちゃいます。なるほどなるほど、はい、うん、私何組の誰々君が大好きなんだけどどうしたら告白した方がいいと思うっつってここ通ってる丸丸君が目の前通っちゃう。でも確かにそういうなんか本日さんがさっきおっしゃったように、うん、あの大声恥ずかしいっていう気持ち、恥じらいの気持ちがあるじゃないですか、うん、それってでもある意味大切だと思うんですよ。それがなくなっちゃうと、そう、ね、なんかちょっとね、あの年配のこうちょっとデリカシーのない方みたいな雰囲気にもなっちゃうので。いっぱいいますね世の中ね。いや具体的には言ってくるんですよ。ただね、そういうふうに思われちゃったりすると皆さんもかわいそうだと思うので。そうだね、うん、適正なボリュームってやっぱ分かりづらい、ね、分かりづらいよね。でもね、だからみんなで大きい声をどっかね、人がいないとこ行って出すのもいいだろうし、うん、山登ってヤッホーっていうのがいいんじゃない一番。あれも山彦も結構張らないと帰ってこないですもんね、うん、だからそういうので大きい声出す練習をしてみればいいんじゃない。学校の屋上とか行ってね。そうですね。あとはまあ今カラオケボックスとかもありますからね。あ、カラオケのカラオケボックスってマイクを使わない。あ、それもいいと思いますね。そういうのもいいですね。ああいうところってマイクのボリューム上がってるので声が出てる気になっちゃうんですけど、実際はここで拾ってるだけで大して出てないっていうことがあるので。昔宇都宮健二さん、はい、うちの元会長さんなんですけども、はい、宇都宮健二さんが、僕はあの養成所受験した時に、はい、その時宇都宮さんがいらっしゃって外で他のスタッフの人とひそひそ話してたんですよ。で大体まあ、ここの会場で言っちゃうとあれなんですけども、10メートルぐらいかな、ここの、僕が今座ってるところから一番向こう側の壁のところ、まあ、10メートルか10メートルちょいぐらい、そうですね、あると思うんですけども、はい、それぐらい離れてたんだけど、
あれ何とかかんとかで喋ってるんだけど全部聞こえてくるのね。一字一句聞こえるってすげえと思って。いやそうなんですよね、本当にベテランさんって音圧がすごいから、うん、抑えてても全部聞こえてくる。そうだ、せっかくなんかこう端っこの方でちょっと内密な話をしてるのかもしれないですけど、皆さんに丸聞こえになって、聞くつもりはないんですけど丸聞こえになってたりとかして、あのここから出てった方がいいのかなみたいなまあ大体ですね、ファミレス行って、ファミレス行って声が大きいのは、声優さんかスポーツマンです。ああ、そうですね。掛け声いっぱい出すからね。はい、ああいうのもやってみるの、スポーツやってみるのもいいかもね。そうですね。うん、自然と声が大きくなるんじゃないでしょうかね。はい、もしよかったらね、実践してみてくださいよ、はい。カラオケなんか行くといいと思います。というわけで、以上、ヘタリアリクエスト略してヘタリクでした。ではここで、イギリスの生ジングル。ヘタリラ。ザ・ワールド・ティンクル大英帝国なめんなバカ